ング金ピラピラ、きんぴらごぼうでございます。今日はピリ辛おつまみこんにゃくを作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。使っていく材料ですが、こんにゃく 400g、 米麹味噌大さじ1、豆板醤小さじ1、ごま油小さじ1、黒砂糖小さじ2、お醤油小さじ1、日本酒大さじ1。最初に調味料だけ合わせておきます。お酒大さじ1、豆板醤小さじ1、米麹味噌大さじ1、黒砂糖小さじ2、お醤油小さじ1。これで混ぜておきます。こんにゃくを指でちぎっていきます。指でちぎると味が染み込みやすくなります。食べやすい大きさにちぎってください。このこんにゃくは下茹で済みのこんにゃくを買ってきたので、水洗いだけして使っちゃいます。ごま油小さじ1入れます。中火で炒めます。はい、こんにゃく入れます。こんにゃくの表面が白くチリチリしてくるまで炒めます。こんにゃくは皆さんの好きな大きさにちぎってくださいね。だいぶ白くなってきましたので、ここで先ほど作った調味料を入れます。全体に混ざったら火を止めてお皿に移します。はい、完成しました。早速食べていきます。美味しそうなおつまみが完成しました。いただきます。ちょっと暑いので気をつけてくださいね。ごま油の風味と豆板醤がよく合いますね。お味噌の出汁が全体をよく包んでいい味に仕上がりました。お酒のおつまみにぴったりの一品だと思いますよ。今日のきんぴらポイント、ピラ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 90点。今日はピリ辛おつまみこんにゃくを作ってみました。いかがだったでしょうか。この動画がもしよければ評価、グッドボタンをぜひぜひお願いいたします。このきんぴらごぼうキッチンのチャンネル登録もぜひ、その他きんぴらごぼう SNS もやっておりますので、説明欄からフォローお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではきんぴらじゃんけんタイム、金金ピラピラじゃんけんパー、バイバーイ。タンタ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 タン